皆さんこんばんは。こんばんは。席紹介を預けましたパキスタン大使のイムティアズ・アフマンと申します。今日本当に招聘塾に初めて参加できてとても嬉しく思っております。閉会記念のお祝い時本当おめでとうございます。今日私ですね、外交の話じゃなくて本当少しですね我が国について話したいと思います。あとですね両国の日本とパキスタンの関係についても話したいですね。パキスタンという国がですね本当長く歴史を、ね、持っていますが50世紀以上の歴史がありますが、でも最近パキスタンの名前で独立したのはすぐ最近のことですね。1947年に独立したんですが、この前にですねイギリスの植民地を受けていたんです。でこの我々のあれですね独立のために我々の建国の知事ジナーさんが大きな役割を果たしたんです。今出てるんです。あとですね、パキスタンの歴史から見ると、パキスタンの文化から見ると、長い歴史の中でいろいろな文明が現在のパキスタンで発生したんですが、この中で3つの文明がとっても大切ですね。まずはメヘルガル文明ですね。これは誕生したのは発生したのはパキスタンのブルチスタン州で紀元前7000年から紀元前2000年まででした。この後は有名なインデス文明ですね。インデス文明はパキスタンのパンジャブ州とセンズ州で発生したのは紀元前2500年から紀元前1900年までですね。あともう一つの有名な文明はガンダーラ文明でした。この文明は紀元前500年から紀元後1000年まででした。今見ているのはメヘルガルで発掘したアーティファクトです。これはインデス文明の遺跡です。実はインデス文明はパキスタンの歴史に大きな役割を果たしたんですね。影響が今まで続いているんです。インデス文明の特典は計画都市であり道路があって同時に40世紀前に下水制度もありました。あとですね国領を保全するために店舗も作っていた。でこの先週から海外でも貿易をしていたんです。同時の人たちが文字も作っていたんですが、あと印もありまして、でもどんな文字を使っているかまだ今になってもまだ読めないですね。あともう一つのはガンダーラ文明の特典はですね、これはギリシア文明と現地の文明で誕生した文明なんですね。アレクサンダー大王は現在のパキスタンに紀元前329年にありまして、で今現在のパキスタンの北の方と東アフガニスタンの地域はガンダーラと言われていたんですね。であそこで有名な都市はですねペシャワルとかテクスラとかジララバアフガニスタンのジララバとかあとソワールですね。ここでガンダーラで仏教のマハヤーナ派というですね
アミハナハが誕生したんですね。あと高校でタクシラとかですね、あの大学があって、現地の人だけじゃなくて海外からも、例えばアフガニスタンとか中国とか中アジアから生徒たちが勉強しに来ていたんです。あとですね、あのグンダラ文明の、あの一番あの有名のはあれ、お釈迦様の像なんですね。これは今海外でもパキスタンでもいろんな博物館で展示されています。日本でもあの2回文化展示会があったんです。1984年とあとですね、2002年ですね。今我々はあの外交樹立70周年の時、3年後ですね、またガンダーラの展示会を東京でやりたいと思っております。これ今あの見ているのはあのタクタバイというですねところなんですね。ここであの仏教ソニーがあって最も有名ですね。これもですね、あの世界文化遺産に入っています。今ご覧になっているのは断食しているお釈迦様ですね。これはこれもあの、世界文化遺産に入っています。で今ラホールの博物館に入っています。実は今ですね、これはあの海外で出せないですが、一回日本で1984年にですね展示されていたんです。さあ、パキスタンはどこにいるか、それをちょっとですね紹介したいですね。実はパキスタンは南アジアの国で、パキスタンの北のは中国があり、北と北東に中国があって、北西にアフガニスタンがありまして、あと西の方はイランで、東はインドがいます。あと南の方はアラビア海になります。と地理的にとてもいい位置にいます。あの中近東と中アジアと南アジアと中国に面しているから、とても大切な位置があります。あとパキスタンの地勢だとですね、北の方だと高い山がありまして、それからですね、あの高原があって平原があって砂漠があって、南にあの海があります。パキスタンでも日本みたいに四季がありますが、でも夏の方がちょっと長いですね。長いし、もっと暑いし、あの場所によって摂氏50度のところも少なくないです。ただ湿度がそんなに高くないですね。一番そういい時は観光から見るとね、春と秋になりますね。さあ、それではパキスタンのもう一つ有名なのは北にある山ですね。パキスタンの北で3つの山脈が走っています。クラクロム山脈とヒンドゥカシュ山脈とヒマラヤ山脈ですね。で高い山がいっぱいあって、あの海外からも登山者が山登りにパキスタンの方へいらっしゃっています。ここで有名な8000級の山が5つもあります。世界の2番目のケツという山もパキスタンにございます。あとパキスタンの天然資源から見ると豊かですね。例えば金とか銀とか銅とか石炭となどなどいろいろですねありますが、あとパキスタンのあの全人口の5割以上はあの地方に村に行って農業をやっています。
で、パキスタンが生産しているのは麺と小麦と米と牛乳と肉です。この中でたくさんのものが輸出もしてます。今日本でそんなに輸出されてないんです。でもすぐ最近ですね、パキスタンマンゴーが日本市場に入ってます。パキスタンの面積は88万1913平方キロメートルです。で、人口は2億2000万人になります。ただ、パキスタンの人口の6割以上は50歳以下です。とても若い国ですね。若い人の国ですね。あと、パキスタンの国語はウルド語になっていますが、ただ、州によって言葉が違います。全部で80の言葉が使っています。ただ、公用語は英語になっています。パキスタンで英語を話せる人のあれ数は世界で10位です。あと、IT リテラシーも高いです。パキスタンですね、多民族の国で、あと長い歴史があって、とても豊かな文化が あります。パキスタンでは特に伝統的な歌とか踊りとか人が好きで、特に夏になると、特に田植えとかこの後でいろいろ祭りがあって、人がですね、お祝いしてます。パキスタンの食べ物だと米じゃなくてパンの方が主食ですね。あと、もちろんカレーが好きです。カレーの種類が数えられないほどあります。野菜のカレーとか肉のカレーとか豆のカレーとか、あと香辛料もいっぱい使っています。家庭によって辛さがですね、だいぶ違います。ただパキスタンの北の方だとあまり辛くないです。でも南の方行くと激辛になります。あと、もちろん肉とかケバブとかいうものも好きですね。あと、経済の面から見ると、2、3年前までね、パキスタンの経済成長率は 5.8% まで上がったんですが、でも昨年がですね、外貨準備高不足でちょっと減っていたんですね。昨年は成長率は 3.5% ぐらいでした。で、今年はパキスタン IMF 協定に入りまして、それで今経済的に安定しています。多分近い将来でまた順調に発展すると思います。パキスタンと日本の関係のことなんですが、まあ歴史から見るとね、とても長いですね。武器を通した古代からの関係があります。でも近代から見ると、昨年前世紀ですね、日本の商社はですね、パキスタンのクラチという港町でアフェスを開いたんです。と理由はですね、パキスタンから綿を買って日本に輸入していたんですね。パキスタンと日本の外交樹立67年の歴史の中で、良いことは問題点があまりないです。両国はね、経済的に協力してます。あと、パキスタンと日本がパキスタンで貿易事務所は1948年に開いたんですね。あと、サンフランシスコ協議の時、パキスタンは日本のをとても支援していたんですね。多分大勢の方がご存知じゃないかもしれないと思いますが、1950年と1951年の時、日本にとって
パキスタンは最大か2番目の貿易相手国でした。あとですね、日本がですね、50年代に日本の経済が回復して、どんどん我々の貿易とか投資の関係も強くなっていたんで、最初にパキスタンから綿が日本に来ていて、日本の繊維企業に助かっていたんですね。あとジェトロもクラチでアフソを減られたんです、50年代にですね。あと日本の円借款と無償援助と技術協力でいろいろな代表的なプロジェクトを作ったんです。この中で有名のはですね、インデスハイウェイ、ディジタライゼーションのフンとか、コハーテネルとか、あとピンスというスラマバードにある大きな病院ですね。本当に我々は感謝しております。あと今両国の貿易量は20億ドルです。パキスタンは3億ぐらいですね。日本に輸出していて、輸入しているのは24億ドルです。円じゃなくてドルですね。あれ、両国の間はですね、関係を見ているのはいろいろ対話プロセスがあります。これはですね、政治とか外交とか防衛とか安全とか経済貿易などなど、テロとか核問題についてですね、こういうですね対話がありまして、この会議がスラムバッドかパキスタンで毎年やっています。ここ2年からですね、両国の間の交流もだんだん増えています。昨年はですね、元外務大臣タロコノさん、パキスタンを訪問したんです。あとですね、今年我々の外務大臣日本に来たんですね。で、来月うちの大統領がですね、即位の礼に参加しに参ります。あとですね、最近日本とパキスタンの間で政治家の交流も行っております。最後になりましたが、日本からの投資なんですが、今パキスタンでは85ぐらいの会社が現地生産しています、投資をしています。パキスタン車だと9割以上は日本製になっていますね。で、この企業はパキスタンの発展に大きな役割を果たしております。本当は我々はとってもこの企業に感謝をしております。で、それでもっと日本企業をパキスタンへ迎えたいです。最後に、ご清聴ありがとうございました。